ルブリン委員会綱領を読む市民。プロパガンダ写真の一つ。1944年9月時点のポーランド。ピンク色の地域がルブリン委員会の支配地域。ポーランド国民解放委員会はルブリン委員会の名で知られるポーランドの臨時執行機関である。ポーランド亡命政府に対抗し、1944年7月に樹立を宣言した。 ナチスドイツより奪還したポーランド領を統治したが、組織はソビエト連邦により完全に支配、統制されていた。1939年9月、ソ連はドイツとの秘密協定に基づき、ポーランドに侵攻。そして、ウクライナ人が多数派を占める東部ポーランド領を占領、併合した。1941年6月、独ソ戦の勃発により、 同地域はドイツ軍により占領されたが、スターリンは併合を規制事実化し、戦時中も連合国並びにポーランド亡命政府にその承認を迫った。しかし一方で東部ドイツ領をポーランドに併合し、オーデルナイセセンを西部国境とすることで、その損失分を補う領土案を示した。この大小方式に、 英米とも1943年3月までに原則同意し、同年11月末からのテヘラン会談でも、この原則が確認された。だが、亡命政府はこれを固くなに拒否し続け、また、カティンの森事件を機に関係が悪化し、43年4月に、ナミソ関係は断絶された。1944年、 赤軍の構成により、ドイツからのポーランド解放が現実味を帯びてくると、ソ連は亡命政府との和解、あるいは他の新素的連合政権の樹立を模索した。ソ連はまず領土獲得を通じての安全保障実現を優先し、はじめから共産主義政権の明確な青写真を持っていたわけではない。しかし、5月20日から7回にわたって、 亡命政府とも秘密交渉を行ったが、結局スターリンは、6月22日になり、領土要求に応じない、亡命政府に見切りをつけ、一連の交渉を打ち切った。そして7月末、赤軍がカーゾン戦を越えたその日、ルブリン委員会が樹立されたのである。ルブリン委員会高領共産党時代の公式資学によれば、44年7月22日、 カーゾン戦ニセで解放された、最初の都市、ヘウムにおいて樹立された。しかし、実際は、その前日の7月21日、モスクワにおいて樹立され、全国国民評議会の行政機能を引き継いだ。徹底的な社会、政治、経済の改革、ナチスドイツに対する、戦いの継続、産業の国有化、西部国境のまさしき線引きを掲げたルブリン。 委員会綱領が1944年7月22日に布告された。綱領では同委員会こそが唯一正当なポーランド政府と宣言され、従ってポーランド亡命政府を正式に拒絶するものであった。7月27日、委員会は本部をヘうムへついで8月2日、ルブリンへ移転した。そしてソ連当局を代表し、 ニコライ・ブルガーニンが派遣された。間もなく、ソ連は、その占領下にあったルブリン、ビアウィストク、ジェシュフ及び、ワルシャワの各県における権限を委員会に移譲した。しかしながら、これらの措置を経た後も、地域の実際の支配権は、NKVD および、赤軍の手に残された。委員会メンバーには、ソ連当局により認められた、様々な共産系。 左翼系政党の政治家がいた。議長は、エドバルト・オスプカモラフスキ。副議長は、ワンダ・バシレフスカ、及びアンジェビトス。後者は、戦前の有名な政治家、ヴィンツェンティ・ビトスの弟である。彼は後に、スタニスワフ・ヤヌシュと交代した。他のメンバーには、KRN、ZPP、ポーランド社会主義労働者党、SL、民主党、 ポーランド労働者等等の出身者が含まれていた。これらの組織、政治家の多くは、ポーランド社会では、あまり広く知られていなかった。1944年12月31日、ルブリン委員会に、ポーランド亡命政府のメンバー数名が参加し、その中には、亡命政府首相スタニスワフ・フミコワイチクがいた。 ただし、亡命政府の本体はそれに同調せず、その後も共産主義ポーランドとの対決姿勢を強めていく。ソ連軍がワルシャワに入場した後の1945年1月、委員会はポーランド共和国臨時政府へ改編された。臨時政府は、選挙が行われるまで、ナチスドイツから赤軍が奪還した地域を統治するものとされた。 ポーランド国民解放委員会の創設は、同盟国との交渉前に、東欧において後戻りできない状況を作り出そうと、するスターリンの試みの一つであった。このことは、ソ連と他の連合諸国との間の緊張を高め、やがては冷戦へと導くことになった。赤軍占領下の他の東欧諸国の多くでも、類似の出来事が起きていた。例えば、 1945年3月のルーマニアでは、競合する諸政党に対する投票工作、排除、強制的統合の組み合わせにより、共産党政権が選ばれた。後の西側同盟諸国は、これらの出来事を、大いなる苦悩を伴いながら中止していた。特に、スターリンが先に、大西洋憲章を原則として認め、ヤルタ会談において、 同憲省に署名し、赤軍占領下の諸国における民主的選挙の実施を約束し、そして解放欧州に関するヤルタ宣言に署名していたからである。吉岡、P4 吉岡、P4 吉岡、P5。伊藤、伊内、中井、P360 ポーランド人民共和国においては、7月22日が解放記念日として盛大に祝われた。 伊藤、伊内、中井、P360。吉岡、P5 吉岡、P7、表1を参照し、作成 PL、ポルスキーカメテットアイズオレニアナロードエゴスクラド、PKWN8 時20分、14マーチ2010を参照し作成。ありがとうございます。